お疲れ様です暗号通貨ニュース、今日は8月22日朝8時ですね。ちょっとビッグなニュースが入ってますよ。ほとんどの方、たぶん気づかないと思いますけども、コインゲッコに上場されてるコイン、1万5000何がしだったと思うんですけども、なんか1万4631に減ってませんか、これ。え、なんかね、500個ぐらいコインが取り下げられてるみたいです。ちょっとした、なんか事件が起きてるみたいですね。これはちょっと後ほど この上場してるコインの数の変化を確認しながらリサーチかけようと思いますそして取引所の件数は1176とこちらは堅調にやっぱり増えてますねこのあたりって毎日見てないと変化に気づかないんですよで暗号通貨に興味のある方でもやっぱりね個別銘柄の値動きだけ見てるのが関の山だと思いますんでこういったね上場してるコイン例えばコイン月光に紹介されてるコインの数が減ったってことは何かしらの大きなね 暴落なり上場廃止があ連発したってことなんですよ新しい規制が入ってその規制にかなわなかったところが100200一気にねコインゲッなどコインマーケットキャップから退場するってことは今までもありましたからねこれがだから暗号通貨の歴史を知るってことになると思いますで今日はあ上場が廃止になったコインが数百ある中でなんとね全体の相場がグッと増えてるわけですよ えー、まだね私の言う370兆円という最低ラインには全然届かないんですけどもおそらく有害なコインがなくなったというところで暗号通貨マーケット全体に信頼が戻ってきたその現れじゃないかなと思いますね327兆円ですかうんなるほどねはいそれから目立った動きのあるコインは特にありませんのでこのまま個別銘柄コインを見ていこうと思います、えー、ビットコインがね 900兆円間近ですねドミネーションが53.8%なんで、まあ、そんなに変わってはいないかなと、イーサリアムも今14、14%に落ち着いちゃいましたね、16%なり17、17%あたりにいったはずなんですけども、まあ、イーサリアムがまたね、450万あたりになってくれれば、そういったことも起きるのかと思います。えその他ですね、注目しているコイン、XRP は90円に向けてあと一歩っていうところになってきてますし、それから我らが体たのは、急騰して53円半ばというところですね。 やっぱりこう、急騰したコインには、それぞれ特徴というか共通点があると思います。で、えっ、ー、と、芝居のコインですね。これが0.002055と、まあ低い数字になってきましたけども、1月に購入をお勧めした0.0014円以下から考えると、まだまだ含み益がある状態。もしくは、私の指示したタイミングで理学した方は、もう枕を高くして寝れるかなっていうところでございます。で、今日はですね、 えー、このコインゲッコに上場してるコインの数をきちんと見てますかっていうところで大きな変化に気づく。でそこからいろんな推測を立てて推測に対する裏付けを取る。まあこういうことを繰り返していくと、えー、コインマーケットキャップもしくは暗号通貨コインゲッコの専門家になっていけるよってことになります。でこういった話ができる人がねまあ私もこういった暗号通貨の、まあ、プロの入り口に入ってるかなっていうふうに判断するところなんでや見てるのがね個別銘柄のコインだけだったら気づかないこと多いと思いますよ。 それからやっぱりこうビットコインなりイーサルムみたいなのがこれからね、じゃあ10倍とか100倍になるかって言ったら、それはなかなかありえないと思いますんで、どちらかというと短期的に大きな利益を狙うんだったらね、だって短期的に利益大きな利益が狙えるのが暗号通貨のいいところですよ、ボラティリティがでかいのがね。で、ボラティリティがでかいけれども、で今価格が0円とか1円みたいな、そのボラティリティがでかいっていうと、まあ、投資資金がガボッとなくなるってことにないわけじゃないですか。例えば 0円からね、1円の間の、まだね、全然知られてないコインに10万円入れときました。でそういうのが100倍になったら1000万でしょでも、なくなったからといって10万がなくなるだけなんで、あの別に追い証を求められるわけではないですしね、うん。そういったことを考えていくと、やっぱりこう、安定してしまったコインよりも、まだまだあの未開拓なコインを探していった方がいいかなというふうには思いますね。 もちろん暗号通貨マーケットで稼ぐならですよ。短期的に稼ぐなら。で、長期でやるんだったらもう別にコイン、あの、何、暗号通貨マーケットにいる必要はないですからね。長期で考えるんだったら。それこそ長期で考えるんだったら、株とか不動産の方があ全然理人かなってると思いますけどもね。はい、それでは今回は以上です。